かりきちゃん。シャカシャカ担当の高田優希です。リキリキ担当の千本木さやかです。声優グランプリチャンネルで各週金曜日に配信されている高田優希千本木さやかのシャカリキちゃん、最新回の更新がない金曜日は過去の配信をお届けします。一体どんな回なんでしょうか、みんなも思い出しながら聞いてね。初めて聞く人は引かないでね。それではどうぞ。千本木さやかです。8月31日の生配信ということで夏休み終了。大丈夫かみんな、ご愁傷様でした。学生のみんな、いやいやいや、もうダメだった時のやつじゃん。お疲れ様でした。いや本当だよ、私も8月31日は学生の頃は絶望の日と呼んでいたよ。絶望の日だよ、完全にもう絶望の日。机の端にね、たまりにたまったあのドリルたちが、うん、いやもうあのその隣には答えが用意されてます。あーよし、写すの頑張るぞ。違うんだよな、そうじゃないんだよな。そういうことじゃないんだよね、そういうことじゃないんだよね。だってドリル系はそうできてもね、それこそさ、なんか読書感想文とかさ、うん、ああいう系はちょっとね大変よね。みんな読まないといけないのか。ママごめん。何ママに。ママごめん。あ、いやでも読書感想文ね、あのね、本は割と真ん中ら辺に読んでたかな。あ、ほんと、うん、本自体は、うん、本自体はなんか自由研究とかの方がなんかちょっとめんどくさいなみたいな。まあでもそれは絶対やらなきゃいけないことだから。確かに確かに、後半の方にはまあやってたけど、うんうん、自由研究でドリル系がやっぱ最後まで残ったかな。あれですよね、思い出深いのは、うん、あの私おじいちゃんがすごいクワガタとか昆虫が大好きなので、そう、あのね、クワガタハウスっていうのがあったんですよ、家の近くに、うん、もうそれはクワガタを育てるためのアパートなんだけど、うん、アパートの一室を借りてて。あ、そうそうそう、アパートまるまるクワガタハウス一室だけなんだけど、それも全部クワガタがねいるの。クワガタとかカブトムシの幼虫とかがいっぱいいて、その部屋涼しいんすよ、めっちゃ。だから夏は行くんだけどさ、あのおじいちゃんがその土とか返さないといけないから、そう結構ね掘り返してあげたりしないといけないんだって。あるので、おじいちゃんはその部屋を借りてやってるってこと、うん、そう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 、趣味でね。そう、あとはだからお兄ちゃんとかがそのクワガタの、まあ、要はちょっと亡くなってしまったクワガタたちとかをこう取って昆虫採集のあれにして夏休みの自由研究の課題で出したりとかしてたけど、めっちゃ完成度高くてめっちゃ先生に褒められてた。へいいなって思いながら、そう覚えてたけど、そんなのやってたなっていう思い出がありましたね。私はろうそくを作った覚えがある。ろうそく？ろうそく自分で、自分家でろうそく作って、ろう？そうそうそう、そんなのできるんだ。カラフルなろうそく作ったり、かわいい。あとは色染めてみたり。あーね、あ、いいね、女の子っぽいことしてますやん。自由研究やったかな。みんなはどんなね自由研究やったんでしょうか。本当だね、うん、いやもう9月ですよ。そうだねそうだね、いや、はい、9月ももうシャカシャカリキリキいったりますんで、皆さんよろしくお願いします。いけるかな、いけるよ、頑張ろう、頑張ろう、うん、あ、最後までお楽しみください。経済産業省は勤務時間外での消費活動の活性化を狙ったプレミアムフライデー、シャイニングマンデーの両提案がいずれも定着には至らなかったことから、すべての曜日に2つ名をつけることを発表しました。曜日を2つ名で呼ぶことになれ、なし崩し的に定着させることを狙っている模様です。新しく提案された2つはフルムーンマンデー、バーニングチューズデー、リバーサイドウェンズデー、エバーグリーンサーズデー、ゴールデンフライデー、マザーアースサタデー、シャイニーサンデーと決定しています。経産省の職員に取材をすると、ま、僕たちにとってはダークネスエブリデーですけどねと、目の下にメンソレータムを塗り、コーヒーで胃薬を流し込みながら笑顔で答えてくれました。千本木さやかのシャカリキちゃん。
シャカリキニュースヘッドライン、今回のニュースはシャカリキネーム最果てさんからいただいた原稿でした。ありがとうございました。シャイニングマンデーとかあった？プレミアムは、うんうん、夕方からね、プレミアムシャイニングってもうちょっと早い時間かえ、うんうん、なんかあった気がする。なんかでシャイプレミアムの後に、うんうん、シャイニングができたはず。あったはず。定着してないね。定着してないの。いやそりゃちょっと他の提案も出るよね。ね。あすごいな。エバーグリーサーズデーとかさ、どっから来たんだろうね。永遠な緑。だから木曜日じゃん。木曜日。ああだから木の感じ、ね。ずっと木曜日は緑みたいな感じなんじゃない。そういうことわかんないよね、そんなね、嘘ニュースだからそうだね、でも面白かった。ありがとうございます。ありがとう。ここからは普通のお便り略して普通おた、ただし魂の入っていない手なりのメールは読みませんよ。今回読まなければいけない、そんなお便りを読んでいきたいと思います。はい、ということでシャカリキネーム内陸のお魚からいただきました。ありがとうございま す, いますユッキーボンちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、ついに元埼玉県民の出番ということで初メールします。おお、初メールありがとう。ありがとう。数年前就職を機に京都に移住してしまった私ですが、今年のお盆はお休みをもらえたので1週間ほど埼玉の実家に帰省してきました。おかえり。おかえりなさい。埼玉に帰ってやることといえばただ一つ、うん、そう、東京に行くことです。なるほどね。私も埼玉っ子らしく中野に行ったり虎ノ門に行ったり東新宿に行ったり都内を駆け回ってきました、うん、あとは久しぶりに実家でゴロゴロしていました。どこであっても故郷は故郷、充実した最高の夏休みでしたよ。おお、とても素晴らしいメールではありませんか。いや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 、待って、みんなみんな気づいてるよ。ちゃんちゃんのみんなは気づいてるはず。嘘嘘、なんで埼玉の情報が一個もないんじゃ。いやでもほら前回その話をした時も結局東京に行くことが目的っていうことで終わったじゃないですか。それで正解なんですよ。それで正解。いやこれ埼玉の、この人は埼玉のどこに住んでるかは分からないけど、お口じゃない限りはやっぱこうやって過ごすのがやっぱ埼玉県正解だと思います。正解なんだね。だってでもほら、最後はこう埼玉に帰って実家でゴロゴロしていたと。実家があるからね。最高じゃないですか。そうだね、故郷は故郷。そうです、充実した夏休みでしたよ。いいのかなあ埼玉。埼玉いいですよ。いいんじゃないですか。いいよね、まあそれもそれなのかな。そう、そうやってね、あんま求めんのよくないよ埼玉に。なんで。嘘。そうやってこんなこと言う。だってその県民、だってそれ以外言われたって何も出てこないんだもん。じゃあ次のメール行こう。次のメール。傷をえぐりにえぐって次に行けと言われました。はい。ラジオネームキョーピーさんからいただきました。ありがとうございます。ゆっきーぼんちゃん、シャカリキちゃん、シャカリキちゃん、北九州でのイベントおめでとうございます。ありがとうございます。北九州ともなると飛行機で駆けつけるちゃんちゃんも多そうですね、うん、僕は学生時代飛行機に乗るのが怖くて鉄道旅ばかりしていました。当時所属していた文化系合同ハイキングサークルでは、僕は日本最高地点の富士山頂を自分の足で踏むまでは飛行機に乗らんと豪語、かっこ現実逃避していました、うんうん、その後就職活動が実り社会人生活が始まったら飛行機出張がバリバリありそうな会社に内定をいただきました。当時はまだ嘘をつくのが嫌いなピュアな性格でしたので、学生最後の夏に本当に富士登山をしました。おお、3000メートル級の北アルプスの山は何座も登っていませんでしたが、富士山はとにかく空気が薄くてしんどかったです。へー。その後富士山より高い山に登ったことはありませんので、僕の物理過去標高的人生最高到達地点は富士山頂3776メートルです。ユッキーボンちゃんの現時点での人生最高到達点はどこですか。物理的かっこ標高でも人生の目標的な最高到達地点でも構いませんので教えていただければ幸いです。なるほど。追伸、飛行機乗るのが怖いのに高い山には登るんかいって突っ込まれそうですが、全然そんな突っ込みは思いつかなかったです。僕の高所恐怖症は足場の安定が確保されているところ、かっこ崖じゃない山道、タワーの屋内にある下が透けて見えるガラスとかは全然平気なのですが、安定していないところ、長いのにちょっと揺れの大きいエスカレーター、
脚立の一番上などが苦手です。スペースワールドでの経験しかありませんが、絶対しゃがりきクラシック、いかがだったでしょうか。はい、フルバージョンを楽しみたい方はニコニコ動画の声優グランプリチャンネルの会員登録よろしくお願いします。会員になると全てのアーカイブをフルバージョンで楽しむことができ、さらにアフタートークもお楽しみいただけます。声優グランプリチャンネルの会員登録者数が増えるとしゃがりきちゃんの首の皮が厚くなります。シャカリキクラシックをきっかけに会員登録した方はぜひ番組までお便り送ってください。次回は最新回の配信です。クラシックと最新回両方聞いて毎週シャカリキちゃんをお楽しみください。くれぐれも声優グランプリチャンネルへの会員登録よろしくお願いします。首の皮よ、熱く。